言葉じゃないけど、あんまり何でもかんでも嫌って言わない。なんだろう、すごい違う。最近ハマってること、なんだ最近ハマってることなんだろう。さっきなんか言った、お料理にハマってます。最近さ、この間ももちゃんとね出かけました。出かけたっていうか、ちょっと散歩しました。皆さんこんばんは、無職さんこんばんは。塩盛り猫に似てる。あ、この間誰かにも言われた。東京には染まりません。広島の人。焼きそばパン皆さん好きですか。あ、お仕事お疲れ様です。来た、練習中です。好きなお寿司、あれが好き、あのマグロのちょっと薄いやつ。高まるよ。好きよ、私も好きよ、みんなのこと好きよ。なんだろうな、なんだろうな、尊敬する人、尊敬する人、なんかね具体的にはいないけど、素敵な素敵な大人の人を尊敬します。教養のある人になりたいから頑張る。あとね、最近ねちょっとアニメ見出したの。あのね、なんだっけ、ちょっとね、あの有名なやつをちゃんと見ようと思ってね、あれを見た、鈴宮春日のいうやつをね見ました。面白かった、ちゃんと全部見ようと思います。ポケモンも見たよこの間、面白かった。あとね、あ、これはあれだけど、もう見終わったけどね、ブレンド S っていうアニメが本当にね良かった、可愛かった。最後まで見た。それはもうね、出てくる女の子たちが可愛い。あと五等分の花嫁をね最近見出しました。ちゃんと今4話まで見たかな。あとね、アイカツもこの間ちょっと見た。ブレンド S もう可愛い、可愛い。あとはね、なんだろう、皆さんおすすめのアニメ教えてほしい。何見よう。お豆腐の花嫁めっちゃ可愛い、可愛い。今日は役ねば、あ、役ねばね、なんかで見たよ1話。あ、漫画ちょっと見てた。夢パジ懐かしい、見てた。あのショコラ違う、バニラ。ボボボボボボ、今あれでしょ、無料配信やってるんですよね、漫画かな。ちょっと見たい。口笛は吹けません。のうまれちゃん見てた、ちょっと見てた。お兄ちゃんってやつ、ちょっと違った、今のちょっと違った。うまる、メイクにかける時間の平均。あのね、私メイクめちゃめちゃゆっくりしちゃうんですよね。40分とかかかっちゃう、長いと。たまにもっとかかるときある。もうめちゃ怠け者のようにゆっくりしちゃうから。かぐや様、なんだっけ、かぐや様に告らせたい。みよ、1500% 聞いたことあるぞ。せいやせいや、廃墟お姉ちゃん今めちゃめちゃハマってたな。あ、たかじさんありがとう、ハート。カードキャプターさくら、あー見たい。あ、見てた、ちっちゃい頃見てたな。見ても、あ、セイントセイヤ知ってる、セイントセイヤオメガだっけ、見てた。ちょっともう覚えてないけど、何を覚えてないけど見てました。お笑い、あ、お笑いね、あの先日あの飲み革命というバラエティをねさせていただいたんですけど、その時にかまいたちさんとご一緒したんですよ。もうその後にかまいたちさんにねドハマりしてね、あのかまいたちさんが出てるあの番組を見るようになったし、 YouTube も見てるし、あとラジオも聞くようになった。めっちゃ面白くて、もうね、あ、サジータさんありがとう、タコータコ終わり、本当に面白いですよ。
越後 100% ってアーティストさんいなかったっけ？ん？アニメなんですか？もうね本当に面白いの。かまいたちさんすごいすごい面白くてハマった、ハマりました。今一番好きな芸人さんかまいたちさんになりました。藤原さん団子、団子じゃなかった、だるま、ありがとうございます。あ、漫画なんだ。どすこい、なんだっけ、ひょーん、かまいたちです。どすこい、どすこい、どすこ、どすこいってやつ。皆さんもぜひ、だるまありがとうございます。どうしようかな、あ、そうだ、ちょっとお話、皆さんにこの間も話したけど、よいしょ、痛っ、足痛い痛い、眠くなってきたぞ、うえん、ダメだ、アホ毛がすごい目立つ。あのですね、話を変えます。私今度ラジオします。ショールームで勝手にラジオのパーソナリティになってラジオをします。わーい。この間も言ったけど、あのね、ちょっとね、なるべく3月中にねやりたかったんだけどね、ちょっと準備がいろいろ遅くなっちゃいそうだからね、もうちょっと遅くなるかもしれないんですけど、で、どこまで、結構ね、結構考えたの。あのね、構成もね、ちゃんと今ね、ノートに書いてるんですよ。ちょっと、ラジオ名は、永田しおりの勝手にラジオ変わるかもしれないけど、まあそんな感じでね。まあその中で、お便りをね、読みたいんですよ。読みたいんですよ。でね、どうしようと思って、お便りを、それをね、皆さんに相談したくてね。でね、もし、その、募集するとしたら、ツイッターが一番いいんだけどね、なんかお便りって結構しっかり書いてあるイメージでね、ちゃんと読みたいんですよ。それで、ラジオネームとかもね、読んでみたくて、どうですか？で、もしツイッターで募集、してもいいんですけど、ちゃんとやるとするならどうしたらいいかね。メールも Gmail とかもちょっと難しそうだし、140文字だとね。でもね、メモ帳とかをスクショしてもらって送ってもらうのもいいかなと思ったんだけど、どうしようかしら。でもお便り、ハガキをね読んでみたいんですよ。でも、もしファン、そう、お手紙とかを書いていただいて、その中で読むのを選んで読むとかもいいかなと思ったんだけど、届くまでちょっと時間かかっちゃうからね、どうしよう。はがきもいいよね。はがきが一番いいかなと思っている。ちょっと非公式ラジオなのでどうしようかな。もしハガキとかでお便り募集したら皆さん書いてくれますか？そうだね、時間差あるよね。宛先はどうしよう。あ、年賀状の残りでもいいので。あ、嬉しい、結構書いてくれる、わ、嬉しい。でね、ちょっといろいろ定まったらね、ちゃんと決まったらね、ツイートします。ちゃんとちょっとね、今回ね、勝手に自分でやるだけなんだけどね、ちゃんとやりたいんですよ。なんか大切じゃないですか、そういうの。ちゃんとやりきるっていうのを目標にやります。でもし好評だったら2回とか2回目とかもやります。これどうだろうね。そうだね、できるだけ早めに言います。英語だと読めないから。ちょっと、そう、あわよくばラジオのパーソナリティになるぞっていう。
感じで。まあ最初だからね、簡単なやつ、簡単な質問にしてみる。お悩み相談とか、何がいいかな、お悩み相談やりたくてね。あとは何がいいかな、何も、なんか、あ、確かに、さ、あ、あ、いいかも、あ、出てこない、シャープじゃなくて、あー、出てこない、なんだっけ、あ、ハッシュタグだ、ハッシュタグつけてもらうのもいいね、それいいね、ハッシュタグいいね、ハッシュタグいいね、ハッシュタグと、ハッシュタグで募集するか、なんだっけ、ハガキとかで募集するかだったらどっちがいいですか。あ、こういう時にアンケートすればいいの。アンケートします。投票1がハッシュタグで、2が手紙とかハガキ。でもハガキの方がなんかそれっぽいよね。でもハッシュタグの方がたくさんの方が書いてくれるかなと思ったりです。うん。あ、やっぱどうしよう。10秒後に締め切ろう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。あ、やっぱハッシュタグの方がいいね。ハッシュタグにしようかな。そうだよね、そっちの方が早いしね。ハッシュタグって書いとこう。でもね、私ね、喋るのが本当に下手くそなんですよ。どうしよう。そう、そうなの。ハッシュタグ、あ、間違えた。喋るのめっちゃ本当に下手くそなんですよ。それはね、ちょっと克服したいのでね。そう、音楽もね、流したいの。でもちょっと著作権とかであれだからね、自分で歌います。自分で歌う。歌います。すごいね、自給自足ラジオって感じにします。いてて足しびれちゃった。あ、歌うあり。みんなに歌ってもらおうかな。あ、元谷さんだ。大学頑張って。アンビバレント、わお。歌えるかな、ちょっと滑舌悪いけ。アメララってなっちゃう。な、どうしようかなという感じです。ほう、ちょっとそう、 YouTube もね、流せないからね。あ、ベベベ、ラララコッペパン、ラララダッタタ、どうしよう。うん、待って、タワー立ってる。あ、気づいてなかった。あ、気のせいかな、バグかしら。うん、という感じです。はい、ありがとうございます。ちょっと参考にします。はいはい、何を話そうかしら。お話を変えましょう。姫カット大好き。姫カットめちゃめちゃ好きです。とても好き。うん、皆さん、皆さん、最近の皆さんは何してますか。皆さん最近何が好きですか。うん、袴、え、嬉しい、ありがとうございます。そう、初めてね、袴着たの。萌ちゃんが好き。私も萌ちゃんが好きです。萌ちゃんとても大好きです。あ、そう、ちょっと、あー、みんなで運動生活してる。いいな。いいな。あ、
そう、最近みんなねピグパーティーハマってるんですよ。ノイミノイミの半分くらいちょうどやってるかな。がねピグパーティーっていうアプリがあるんですけど、私もね始めたの。もうねちょっとねこないだ始めたばっかなんだけどね、ちょっと楽しい。マンゴーさんこんばんは。桜見てます。わかる。今日ね桜あったあった、見つけたよ。ふー、え、ゆこちゃん、ゆかったりさま、それはやばやばだ、早く見たいな。見てこのこの可愛いポム、これ何だと思いますか？これはですね、あの萌ちゃんがねくれました。この間萌ちゃんがねお誕生日プレゼントをねくれたんですよ。わー嬉しい、ね、めっちゃ嬉しくてね。そう、ステッカーとあとねアイシャドウもくれたのと、大好きなチョコレートと大好きなクッキーをくれたの。もうねビスケットか、いや嬉しすぎて本当に嬉しくなった。見て、しかも私ポムが好きだし、最近ずっとね身長の伸ばしたいって言ってて、あこれあこれうちいたなって言ってねくれたの。あー好きだーってなった。あー本当におばちゃん好き。ニヤニヤしちゃうくらい好き。もいちゃんファンの皆さん、ドヤドヤドヤさん、いや本当に嬉しい。身長伸ばしたいな、身長伸ばしたいよと思ってね、最近ずっと牛乳飲んでます。伸びないよ、伸びない。マウントちたちた。最近ね、最近もーちゃんねちーちゃんって呼んでくれるんだけどね、最近またねちゃーちゃんになった。ちゃーちゃんとも呼んでくれる、嬉しい。もえちゃん好きすぎて、もえちゃん好き。私150センチかな、多分もう測ってないけど多分そのくらい、きっとそのくらい。こんばんは、はじめまして。何したら伸びるかね。寝てるは寝てるの、最近ねめちゃめちゃ寝てるんですよ。ちゃんとね規則正しく寝てます。萌子ちゃん大好き。みんなメンバーの皆さんが大好き。あ、コミティさんハートありがとう。ふははははは。萌ちゃんがねさっきなんか褒めてくれた。もうね萌ちゃんはねとてもねいいとても素敵なね萌ちゃんだよ。好きな萌子はカニさん萌子。ハタありがとう、ハト、ラブハタ。煮干しがいい。ねみんな寝てる、みんな寝てます。ハニャ、ハニャどう、ハニャ、ハニャたん、ハニャたん最近知ってる、皆さん知ってるかな、言わない方がいいかな。ハニャたん最近小学生みたいだから歯が。かわいい。今度ね、ちょっとね、ハニャとね、楽しみなことがあるな。何入れ寝相悪い子、誰だろう、いるかな。うん。言わないどこ。そう、萌ちゃん、萌ちゃんや、ハニャたんね、今歯がないからね。かわいい。笑顔がすごい素敵だよ、ハニャの。こんにちは、こんばんは、ん？こんにちは。おぎ話になってるから。ゆこちゃん覚えてるよ。はじめまして、はるちゃん。おぎ花じゃなくておぎ話だから。ニヤニヤしちゃう。なんだろう、メンバーの話しようかな。そう、いずれ入ってくると思うけど。こんばんは、こんばんは、こんばんは。滑舌よくなろう、めっちゃハキハキ喋ろう。あすかさん、
あ、ありがとう、あすかちゃん。ラブー。喧嘩、ノット、喧嘩。何の話、ちょっとメンバーの話をしていました。どうしよう。あとね、なつみんがね、ことごとく、ことごとく、なつみんがすごいね、すごい頻繁ににね、はにゃをね、脳筋呼ばわりしてる。かわいい、なつみん、かわいい。みんな、本当にかわいいね。好きだー。やっほー、やっほー。どうしよう。何にしよう。言わずもがな脳筋。広島暑いんだ。いいね。今日ね、今日東京はですね、涼しかったですね。1年で成長した。わお、嬉しい。ノイミみんな、まあ、それはそうですね。でかい声出す。あ、メンバーに電話かけたいな。夏みん、私も身長伸ばしたいよ。もうね、私身長伸びたら絶対大人っぽいんですよ。絶対、これは本当にね、もうね、最近すっごい思うんですけど、私って身長伸びたら大人っぽいんですよ、多分。身長伸ばしたい。ダンスとかもさ、身長高い、あ、でもどうなんだろう、見せ方とかによるけどさ、身長高いとね、ダンスだけじゃなく、そう、身長低いと本当に店員さんにね、なんかちょっとバカにされてる、バカにされちゃうから、身長伸ばしたい。まだ高校生なのでね、伸ばしますよ、これから。伸びします。今はね、低いままでも大丈夫。でも、伸ばしたい。私は身長を伸ばしたい。うん、そう、170センチいくから。いくから。100ね、52とか3は絶対にありたい。リボンちゃん、ありがとう。でも最近、高いヒール履くようになったけ、ちょっとはね、よ。あのね、こないだね、小1からの成長記録を見たんですよ。あのね、小1、小学生の頃は1年8センチとか10センチとか伸びてたの。でもね、なんかね、小6からね、いきなり 1センチもね、伸びなくなったの。涙だよ、本当に。あ、カープさん、ありがとう、ハート。ありがとう、ハート。筋トレね、腹筋で伸びるかしら。今ね、100、どうなんだろうね。50ないくらい。伸ばしたい。チです、チ。そう、早くね、身長伸ばして、大人っぽい人になりたい。止まったかな、これから伸びますかね。親はね、そんな高くないかもしれない。バッチーさん、チタって呼ぼうかな。チタ。どんな JK になりたい。勉強できる JK になりたい。勉強をとってもしたい。あのね、私高校生になったらいろんな資格取りたいのでね、頑張ります。資格を取るぞ。資格っていうか、検定とかね、やりたい。皆さん、知識検定って知ってますか？知識か。あのね、数年前くらいからね、始まったやつらしいんだけど、知識検定っていうのがあってね、なんかね、範囲がないの。範囲なくて、本当にね、いろんな範囲、そう、雑学なのかな。なんかね、腕が伸びるのか。あのね、例えば魚釣りのことから音楽のことまでとか、本当にそう、ザンチさんがやってたの、あの雑学なのかな、いろんな、本当にいろんな範囲の中で出題されるっていうね、あの検定、あ、んっていう、そうね、英語勉強した方がいいですよね。それはそう。